どうも、もったいない代表の吉原です。本日最後となりますが、物置の買取商品について、ご説明したいと思います。以前の動画でですね、淀、そして稲葉物置、こういったものは高額の査定額となると、このように申し上げました。またここが一番重要なのですが、解体したものであればこれはスクラップとの視点になります。ですがそのままの状態で、お持ちになった場合は製品として買い取らせていただきますので、ぜひご興味があれば当社の買い取りをご希望してください。またあまりにも状態がひどいもの、サビや穴が開いたり腐っていたり、こういった場合はスクラップの値段となりますので、その点もご注意していただければなと思います。物置は非常に大きいですので持ち運びが非常に困難であります。ですが当社では引き取りサービスがございますので、不要な物置、このようなものがあれば当社の方の引き取りサービスをご利用していただければなと思います。物置だけではなく、仮設ハウス、ユニットハウス、またアルミのコンテナ、こういったものも、不要であれば当社の方で買い取り、もしくは代行出品という形で、買い取りの方を実現させていただいておりますので、そちらの方もご興味があれば一度ご連絡していただければなと思います。よろしくお願いいたします。